女子エペ日本代表の佐藤のぞみです。ロンドンオリンピックとリオオリンピックに出場しています。2020年までに日本フェンシング協会と FIE が協力して子どもたちにフェンシングの魅力を伝えるというのをコラボレーションしています。私たちはイベントで千葉の小学校に来ています。今日は子どもたちにフェンシングの魅力を伝える一日でした。今日はまず子どもたちにフェンシングを知ってもらうためにフェンシングはどういうものか、そして楽しみ方を教えに来ました。まずはフェンシングが3種目あるということを教えたのと、フェンシングの会場に行ってどういう応援をしたらいいか、オリンピック選手ということでやっぱり子どもたちに間近でオリンピックの技を見てほしいということを思ってきたので、そういうところを近くで見せることができて本当に良かったと思います。すごい小さい頃からやることは本当に大切だと思います。私は高校生から始めたので本当にこの小学生からフェンシングを始められるといいなというふうに思ってます。日本の子どもたちはまだまだフェンシングを知らない子どもたちが多いので、フェンシングを知って少しでもやってみたいというふうに思ってくれると嬉しいと思います。来年2020年には幕張メッセで試合が行われます。今回の東京オリンピックで初めて男子女子エペフルーレサーブルと全種目の個人戦と団体戦が行われるようになったので、幕張メッセがたくさんのお客さんで活気のある大会になってほしいなと思います。今日の体験をした後に子どもたちが楽しかったよとか、フェンシング興味湧いたよとか、またフェンシングしてみたいというふうに言って帰ってくれたので、フェンシングの魅力が伝わったのじゃないかなと思います。